実はそのお客さんは身長150センチぐらいでちっちゃい女の子ですね。彼氏がねホストでお金をずっと吸い取られていてね、で借金も背負っていて相談に来るわけですよね。でも本人自体はそのホストの人をね彼氏と思ってるんで、僕は、ね、辞めた方がいいですよと、彼女じゃないですよと、向こうの方はね恋人と思ってませんよって言ったんですよね。そしたらね椅子をねドーンって横にね投げるというかね、椅子倒して僕の机の前の床にね四つん這いになってね、本当に犬とか狐とか狼みたいなのがうーって僕に向かって吠えるんですよね。もうその時が人生で一番恐怖を感じた一瞬でしたね。やはり想定外のことをされると人間ってすごい恐怖を感じるんだなと思って、一瞬何が起こったか分かんなかったんですよね。本当に椅子がバーッと跳ねのけて四つん這いで吠えてるんですよね。あれがもう一番恐怖でした。